みなさんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は私がやっているクレー射撃など、まあ銃のこととかについてお話ししていこうと思います。結構前にね、クレー射撃やってみたっていう動画を出してからなかなか音沙汰がなかったと思うんですけど、まだまだ時間がある時やっていますが、今年はやけどをしてね、入院したり、ちょっと体が万全じゃなかったり、あと銃の改造に時間がかかったりして、なかなか射撃場には行けなかったんですが、銃を改造してからすごく狙いやすくなりました。まず狩猟ですね。今狩猟が結構流行っていて、というかジビエが流行っているにもかかわらず、狩猟免許を取る人たちっていうのは、まあ地域として多いところは多いけど、まだまだやっぱり少ないです。で、やっぱり動物たちはどん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 増えるのに、狩猟する方々がいないと農作物への被害っていうのもものすごいですね。特にイノシシの被害は大きいです。実際昔まではイノシシって山形県とか東北に生息してなかったんですよね。ですが、まあ気候の変化であったり、動物のその環境の変化などなど、まあもっといろんな問題があるんですけども、そういう問題があって、イノシシと豚が配合したイノブタとかっていうのが現れたりして、冬でも東北でもイノシシが活動できるようになってしまったんです。だから昔はいなかったイノシシが今は出てきて、田んぼを荒らしたりっていう被害がどん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 拡大しています。でもそれを取れる人たち、捕獲できる人たちがいないっていうのが問題になっているんですね。で、まず狩猟免許、まあ、こういう風な冊子とかあるんですけど、狩猟免許の取り方は申請をして、で講習会を受けます。まずどんな講習会かって言ったら、まあ、まず適性検査っていうのもあるんです。こう視力の問題だったり、運動機能の問題だったり、まあ、そういうのの適性検査を行ったりします。あとは取っていい動物と取っちゃいけない動物っていうのもあるので、そういった判別がね、一瞬でできるかっていうので、見分けがつくか、名前を覚えてるかっていうテストがあったり、都道府県でルールが違ったりする、料金が違ったりする、いろんな問題があるので、その県に応じた問題っていうのも出てきます。狩猟免許の場合はですね、まあ、そういういろんな授業を受けたりしてから日が空くんですね。また別日に試験があるんです。で、銃を持たなければ、猟って銃だけじゃなくて罠とかもあるんですけど、罠とか箱罠とかそういうものに関しては別に銃の資格はいらないけど、狩猟することができたりするので、まあ、そっちの方が手軽っちゃ手軽かなっていう感じです。そういった資格っていうのも必要になってきます。で、銃で狩猟したいよっていう方は銃の資格を取らなくてはいけません。やっぱり銃刀法違反に引っかかってしまうので、それに引っかからないようにしっかりとしたテストがあります。銃の取り方っていうのは、まあ、申請をするじゃないですか。で、受講日っていうのは決まってるんですね。で、その日に、私の場合は警察署でしたけど、警察署に行っていろんな話を聞いて、テキストとこう合わせながらいろんな話を聞いて、その日、その場で、テストがあります。まあ、なので事前に勉強してくるっていうことも大事ですし、当日ね勉強してもうすごくそこで覚えなきゃいけないこともあります。やっぱり銃を持ってるって日本ではなかなかない話なので、狩猟を取ってほしい、狩猟しないと大変だっていうのとはまた別に、銃を持つ人たちをそんなに増やしてはいけないんじゃないかみたいな話があったりっていうので、テストがすごく大変だったり、県によって、違うみたいなんですよね、テストのレベルが。だからこの県は難しくて、なんかこの県だと意外と取りやすかったりっていうのがあるそうです。試験に合格した後に、いろんな、まあ、身分証明書とか本当に結構洗いざらい調べられます。近所に聞き込みというかね、そういうのをされたりもしますし、親族に認知症がある人とかちょっと問題を抱えてる人がいたら銃は取れなかったりとか、本当にいろんなルールをクリアした上
で、また次射撃練習っていうのがあります。自分の銃とかはまず買わずに射撃場に行って、射撃場のその練習用の銃で、まず何発当たるかっていうのをちゃんとやって、規定の的をしっかり得ることができたらそこで合格になるんですね。で、まあ、射撃場っていうのはもう県に1個絶対あります。いろんなルールをすべてクリアしてやっと銃を持つことができるので、近年いろんな銃で、この前も殺人事件とかありましたけど、本来は銃を持ってる人っていうのはそうやって警察から認められて持ってもいい人だよって言われてる人が本来は持てるべきなんです。なので危ない行為をしたり、なんかこの人はダメだなっていう話があったら、本当はすぐさま銃を没収しなきゃいけないというかね、剥奪しなきゃいけないんですけど、なんか本当にもっとみんなが安心安全に使わないと、そういうのって広まっていかないのかなと思います。銃の所持許可は私は健常の時に取ったんですけど、車椅子になっても取ることができるそうです、ちゃんとクリアすれば。ですがやっぱりハードルはもしかしたら健常の時よりはやっぱり高くなっちゃうんじゃないかなと思います。ですがクレー射撃という競技もしっかりあるんですよね。パラクレー射撃もありますし、だからもっともっと競技として、発展させるためには、もっと銃を持つ方が増えてくれることが本来はベストなんじゃないかなと個人的には思っています。結構芸能人の方でもね、極楽とんぼの加藤さんであったり、ひろみさんであったり、それこそ岩城浩一さんは神奈川のクレー射撃場を持ってたりするので広まってはいるんですけど、まだまだ日本では難しいなという現状があります。私もあれから本当にいろいろ YouTube で流してから、もっともっと勉強しなきゃいけないなということで、島根に車椅子、私と脊髄損傷同じの方で本当に車椅子で、クレー射撃をしっかりとやった日本では第一人者じゃないかっていう方がいるんですが、その方にもう車で会いに行って、で島根の射撃場でいろいろ教えてもらいながら射撃をして、地元のね練習場に行ったりして、で以前はね猟友会のベストを着てたんですけど、新しくもう格好からだって思って、こういう私のね自分の自前の渋谷っていう刺繍が入ったベストを作って、今はこれを着て、射撃をしています。でさっきも言ったように、今年銃を新しく買って、銃傷を短くしたんです。やっぱり体が小さくて、女性だし、重さっていうのはそんなに正直変わらないんですけど、もともと使ってた銃っていうのは本当にクレー射撃という競技に使うために買ったわけではなくて、使用できればいいかっていうレベルで買った本当に中古品の安い、銃だったんですね。狩猟の時っていうのはずっとこう構えているわけではないんですよ。獲物がこれから来る、近くに来そうだなっていう時からやっと構えるので、こんなにずっと持ってるものでもなく、バン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 めっちゃ撃つわけでもないので、そんなに反動っていうのも気にしてなかったんですが、クレー射撃ってなると結構こう何回も抱えなきゃいけないですし、要は何回も撃たなきゃいけないので反動がすごく来るんですよね。肩に鎖骨が割れる人もいるそうなんですけど、それくらいもう青技ができたり、痛くて、もう続けられなかったんです。やっぱダメだなっていうことで、新しく銃を買って、銃傷をねいろいろこうちょっと改造して、打ちやすく、そして自分の体に合ったサイズ感にしました。フォームの違いを見ていただければわかると思うんですけど、全然この手の長さの掴み具合であったりっていうのが違います。もうこんな感じで本当にバランスが悪かったんですが、もっと自分にこう引きつけることができるようになったので、めちゃくちゃ打ちやすくなりました。本当はクレー射撃ってまっすぐと右左にこう皿という、これですね、これが飛んでくるんです。これがクレー射撃で使われているお皿になります。鳥さんのマークが書いてあります。これが自分らが見えないところからポーンってこう出てくるんですよ。出てきて
これがこう落下するまでにこれを撃ち落とす、これを割るっていう競技なんですが、まっすぐと右左に飛んでいくんです。ですがまだまだ私は自分のフォームもまだしっかりしてないということもあって、今はまっすぐにしか出さないような設定で練習をしているんですが、それでもやっぱり 100% 当たるわけではありません。ですがその銃を変えたことによって、改善する前よりもすごく当たるようになりました。今後もっともっと頑張って、今はパラ競技にオリンピックの種目にねなってないんですけども、今後、次フランスがパリがあって、次ロサンゼルスがあって、その近くでは正式な種目になるんじゃないかなっていう噂があったりもするので、障害を持ったからパラスポーツしたらいいんじゃないっていうことではないと思うんですけど、私自身スポーツが大好きで体を動かすことが大好きなので、実際今回東京のオリパラを見て、なんかこのステージに立ててたら面白いんじゃないかな、いつもとは違う目標を立てることって素敵なんじゃないかなと思って、なかなか時間は正直難しい、取るのがすごく今難しい状況ではあるんですけども、でも、行ける時は練習に行って、なんかしっかりまずは大会にね出れるくらいまで成長したいなというのが今後の目標でございます。なんかそういった情報もお伝えしながら、クレー射撃の普及というか、パラクレー射撃とか狩猟とかそういうのに興味を持ってくれたら嬉しいです。また私もクレー射撃の様子を発信しながら、こんだけ上手くなったよっていうのを皆さんにね伝えれたら嬉しいなと思います。今年はね、神奈川のそのクレー射撃場に行って、岩城浩一さんに会えたら嬉しいなぁなんて個人的には思っていますが、まず大会に出れるように頑張りたいと思います。皆さん応援をぜひよろしくお願いします。ということで、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。